始まりました。しゅうちゃん放送です。オートレースメモリアル最終日ということでですね、今日も気合いで頑張っていきたいと思います。圭一郎頑張れ、優勝ね、 S1 で優勝ね、グレードレース優勝、もうこれもう頑張ってほしい。でもう今回山陽勢がすごい頑張ってるね、それはね本当に盛り上がって、すごくね見てる方もね、なんかおー山陽頑張ってるっていうのが伝わってきます。はい、最終日もね山陽勢のね期待したいと思います。ということで、今日も5レースから最終レースまでやっていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。迎えました。さあ1本目の5レースですね。ここ進むくんを狙ってみました。最終日しっかりまくって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 まくりまくってくれ、いけー進むくんスタートしていきました。2番の池浦か、4番の鈴木和真、いいスタートは切ってたぞ。かましていく池浦が回る、進むいけ、鈴木和真3番手、3番の矢野が5番手になって、5番田中進むが4番手です。進むいけ、6番の押田、この位置は6番手の位置、7番の斉藤、そして最終班8番の山本、ここからどんな追いを見せてくれるのか、レーサー2周目です。4番の鈴木和馬が2番の池浦に外から競りかける、このまくりが決まる2周のバック、進む1番の栗原インコースを締めるのか、進んでいくのか、5番の田中進が外から来た、5番田中進の強ばくり上がってこようかというところ、レーサーの4周目です。8番の山本、1番人気は6番手です。ここで人気対抗格4番鈴木和馬、進み系進み系鈴木和馬が出ました。5番田中進とスピードレーサーが先頭2番手です。8番の山本正幸は進むかい進むかい、レジ4コーナー立ち上がります。レーサーの残り半分を切ります。4番鈴木和馬、5番田中進です。鈴木和馬が一歩リード、リードを引き離す、いや離されてる。5番田中進が2番手です。3番手1番の栗原が粘る競争、8番の山本が内から進出を図りたいんですが、前が重なっている、ここはうまく回っていく。4番手不条件、レース早く残り20を切ります。4番鈴木、そして5番田中の争いに、頑張れ、もうちょいもうちょい、栗原が3番手粘る、8番の山本がここでようやく飛ばしようかというところ、降りてこい、4番手から3番手上がってくる3コーナーです。前とは遠い車間が開いてしまいました。4コーナー立ち上がって早くも青旗回って、残りは1周、最終周回となります。4番鈴木和馬、5番田中進抜け出す、8番の山本は3番手までか、4番の鈴木押し切り展開も、5番田中進が近づいてきた、並んでくるか、8番山本3番手、最後の直線に入っていく、4番鈴木和馬、人気の一人がトップチェック、楽しい。空での戦い、さあ6レースですね、昨日素晴らしい追い込みを見せたストミ選手、そしてねその後ちぎった、ね、今日も同じようなレースができるんじゃないかというふうにして期待したいと思います。まずはスタートしっかりストミ選手一気スタートしていきました。6番志村スタートくれる、2番相馬由紀、3番西村芳正、さらには早くも3番手に上がる5番西村龍太郎、速報展開です。6番の志村がでさばけさばけさばけ、7番の富が上がってくる、8番の荒井も追随して、ここは7番手走りになりました。先頭1番の林の逃げ、5番の西村龍太郎、3番西村芳正の外からまくって2番手に上がる、2周の2コーナーで5番西村龍太郎です。2番手です。3番西村芳正3番手、いや林さんも結構これ逃げいいぞ。7番ひとみが6番手、8番の荒井が7番手からインコース上がってきています。いや外外回ってんな、ひとみさんかという8番の荒井ですが、ここは5番手です。まあそれがひとみさんなんだけど、インコースは決まっておりません。いやちょっとダメだ今日は、上がろうかというところです。
先頭1番の林に相馬選手の外か西村龍太郎3番西村義政その後ろ4番のまだちょっと自在性がねえんだな今度は入ってきましたここは4番手浮上その時7番の瞳ですが5番手で上がろうかというところです先頭2番手も急接近1番林俊明の逃げを捉える5番西村龍太郎さあ今日は最終日龍ちゃん来るか3番西村義政粘る8番奈良がインコース上がってくる計算の方西を切っていく5周1コーナーで5番西村龍太郎が先頭に出る8番の新井啓太が3番手に上がる7番瞳が追走して4番手浮上となって3番手争い8番新井に逆転を狙えるさああと1周で林さんが持つかどうかこの位置は4番手4コーナー立ち上がって青旗回って残りは1周最終周回となりましたいや微妙だなこれ西村龍太郎1番の林俊明8番の新井が3番手7番の瞳は4番手の位置です5番西村龍太郎人気に応える最終コーナー8番の新井がインザシン決めたここで2番手浮上素晴らしい3番手も瞳が4番手から狙っているインコース上がってくる5番西村龍太郎メートル4車さあ7レースですねここ3番の河原選手こちらを中心に勝ってみましたここねスタート松部さんに行かれと思うんだけどしっかりくっついてってそうすればあとはさばきだけ後ろまで壊れないで頼むぜ河原さん行け対抗一般戦スタートしていきます5番山浦がスタート食われそうだけどスタート不発山浦さらには中田圭一郎3番の川原をスタートで叩こうかというところいや中田さんまで壊れちゃったよそれはきついわ7番って人気の7番辻ですが3番の川原まで捉えていくは4番手ですダメだ降りてこない人気の1人6番手発進苦しい位置になりました1番の野田逃げる5番の山浦が速攻です終了2番の松坊まくっていく7番の辻です人気の中心インコース5番山浦が入ってくるここで5番山浦が先頭に立ちました1番の山浦さん今日はインスカイか車を打ちに向けて7番の辻大樹6番の中田8番の藤岡4番の福永逆転のインコース狙おうかというところここは5番手6番手です先頭2番手抜け出す5番山浦7番辻のマッチレースになるさあ辻君残るかなこれ後ろ6番の中田8番の藤岡4番の福永です3番川原2番松田が下がって早く5レース残り半分6番の中田がインコース上がってきています8番の藤岡は1番野田をまくろうかというところここは5番手から4番手に車を押し上げる3コーナーです5番山浦リードはまだあります7番の辻が人気です6番の中田です8番藤岡レースの辻が入っていった7番の辻がインコース入ってくる7番の辻5番山浦と先頭争い7番の辻がもう一度インから仕掛ける7番の辻このイン差しが決まりました人気の辻がトップに出て5番山浦レースを作りました2番手6番中田8番藤岡で青旗回って残りは1周です7番の辻藤岡選手どうだ3番山浦2番手6番の中田8番の藤岡がその後ろになりました7番の辻です5番山浦6番中田8番の藤岡どうする4番手のまま最後の直線に入っていく7番の辻が人気に応えます2番手1番石田4番山崎さあ8レースですねここは人気が山崎選手あとは穴見選手石田選手がねこれスタート残せれば頭まであるさあどうなるスタート大注目いけ1番の石田博樹です後ろのスタートを残しています2番の小林大輔3番穴見4番山崎ここは10戦枠なりスタートです4番の山崎が3番の穴見をまくっていこうかと7番向こうが20戦から飛び出していきました6番新井がインコースこの位置6番手5番高林遅れて8番久門ですレースは1周目に入っていきます山崎が入っていこうとしました穴見をしました3番の穴見インから抵抗7番の武藤の勢いがいいようです8番の久門も追撃ここは6番手の位置です
3番手以降が接戦模様。3番手山崎さん下がっちゃったよ。山崎苦しい位置になりました。前には7番武藤、外には8番久賀と、レースは残り4周切っていく。3番手以降は混み合いますと前が優勢となる。その中で7番の武藤が抜け出す。8番の久門が外強襲。7番武藤、8番久門です。ここは3番手争い。インから抵抗、7番の武藤、8番の久門、4番手レーサー残り半分を切ります。いやライスキが残ってるやん。1コーナー角度よく7番の武藤が入ってくる。8番の久門はまくろうかというところです。1番の石田抜け出しました。連勝見えてくるのか。7番の武藤、そして8番の久門が2番の小林の今度はインコースに車を向けまして3番手上がっていきます。2番小林、そして5番の高林、3番の穴見です。4番山崎が遅れました。6番新井となります。先頭1番石田です。石田選手残ったよ。逃げ展開濃厚で。いやー穴見さんも山崎さんも8番の久門が、久門が車を内に向けたいところ。7番の武藤、8番久門で青旗が回って、穴見さん久しぶりに一生良かったんだけどな。なんかいい感じだったんだけど。1番石田が人気に応えます。7番の武藤、8番の久門追走となります。7番の武藤が2番手優勢、8番の久門3番手、その後ろ5番高林で最後の直線で入りました。石田選手おめでとうございます。連勝ゴールです。7番武藤、ランプ消えています。さあ9レースですね。4番渡辺、最終日5番一発7番平田選手、1番田中将暉の順で頼ます。針が動きます。3秒切りました。2秒9レース、地区対抗特別一般戦です。3番の早筆が高出しか。センターから4番渡辺、人気の渡辺が3番手。いやー切れてない、そこじゃダメだ。5番の佐々木も乗っかっていきます。7番の竹下順平6番脱進、8番の平田一歩前に行きます。6番中村智和が下がりました。田中将暉スタート行きます。1番田中将暉先頭、3番の早船です。4番渡辺、5番佐々木インコース、7番滝下中間から外部を走って、8番の平田6番手の位置です。7番の滝下が佐々木をまくろうかというところ。3コーナーではこのまくりが決まるのか。5番佐々木、7番の滝下です。ここは 4,5 番手で競っています。滝下が一歩前に行く。レースは残り4周を切っていきます。1番田中将暉のレースです。3番の早船2番手、4番の渡辺人気の一社、7番の滝下まくってくる。5番佐々木、8番の平田まだまだ6番手、6番中村智和、2番田中悟が下がりました。1番の田中将暉のペースは3番早船どうする。7番の滝下が上がってくる。ここで人気の4番渡辺を捉える。7番滝下の姿3番手です。1番田中将暉まだリードあります。3番早船がポイントになる。5番手から4番手、4番の渡辺をさばいた5番佐々木が浮上。この位置は4番手です。3番手2番手も変わっていくのがインコース。7番の滝下がえぐってくる、狙ってくる。3番の早船の懐合わせてきます。3番の早船も外で抵抗。そうしているうちに5番の佐々木も狙い位置4番手、2番手に7番滝下上がってくる。3番手には5番佐々木の姿。3番の早船との競り合いで青旗回って、残りは1周です。頭に立ちました。7番の滝下がトップを奪う。1番の田中将暉2番手、3番手は3番早船か、それとも5番の佐々木か、その後ろ4番の渡辺、8番の平田となりました。スタート行けなきゃどうしようもねえわ。最後の直線で入りまして、7番滝下順平がさばき見せました。1番田中将暉、対抗選抜戦第10レースですね。ここセンター枠から岩見選手スタートドカンと一発いってくれる。もうここ大注目でございます。針が来ました。3秒前2秒10レース地区対抗選抜戦スタートしていきました。そっからチェンジで伸びて、5番の岩見、2番の西原も好スタートか。インから1番高橋、2番の西原、外から5番の岩見がかばしていく。3番山田が潜り込んで、ここは3番手岩見が2番手、
7番の佐藤孝也も上々のスタートとなって、外から強襲8番中村雅人、ここは早くも5番手争い、4、5番手です。レースは1周目に入っていきます。3、4さんどう両立する？1番高橋、5番岩見です。人気の岩見は2番手、3番山田、8番の中村が一歩前、7番の佐藤ですが、ここは6番手下がってしまう。2周の3コーナーでは8番の中村がインコース上がる。7番の佐藤孝也も盛り返す。さあそこ一発で競ってくれ。6番と若い競っています。1番の高橋のインコース、それ一発で入らないときつい。狙いかけてが入れません。8番の中村が3番山田を捉えていきました。3番手浮上です。1番高橋義弘リードがなくなってくる。5番岩見にチャンス到来か。8番の中村がインコース狙っています。このイン出しが決まっていくんでしょうか。レースは残り半分です。1番の高橋が伸び返す。5番の岩見が並んできた。8番の中村もう一度立て直す。3番の山田、7番の佐藤孝也競り合っています。今度は入ってきて3コーナー、そうするとマサトのレースだよ。8番の中村マサト人差しでありました。5番の岩見ですが、ここはまだ3番手。1番の高橋が2番手粘る競争に変わっています。7番の佐藤孝也も上がってきた。挽回しています。3番手浮上、5番岩見が人気の中心、3番山田がその後ろになりました。5番手、6番若いです。4番大きい、2番の西原下がって青旗が回ります。残りは1周、最終周回です。8番中村雅人、最終日決めてみせる。今節2勝目見えてきた。見事なさばき披露でした。7番の佐藤孝也も一度は下がったんですが、しっかりと2番手に上がってきます。1番の高橋に5番の岩見が最後入ってきて3番手を取り切ります。8番の中村雅人、3番手接戦。西日が眩しい時間帯になりました。さあ11です、最終日のマルちゃん頼むぜ。スタートしっかり行ってくれればもう頭マルパワー全開でなんとか最終日頭で終わりましょう。特別選抜戦いけ、マルスタートしていきました。1番尾形、2番丸山、外から7番の荒尾、8番の有吉が高ダッシュか。1番の尾形が先制、2番の丸山ついていく。早くも荒尾が3番手、3番の須波が小回りでここは4番手を守ります。8番の有吉が5番手、6番の松尾です。4番二村飛龍、5番の青島、レースは2周目。2番丸山、1番の尾形の懐狙いかけたが入りません。1番の尾形今日は飛ばしていけるか。2番の丸山追走する。7番の荒尾がすぐ後ろ、前が重なっています。8番の有吉4番手、3番の須波がその後ろになりました。6番松尾が6番手の位置、今度は変わります。1コーナーで2番丸山がトップを奪いました。丸パワー全開でいくのか。1番尾形、7番の荒尾が3番手、8番の有吉が4番手の位置です。2番の丸山が抜け出し加減、1番の尾形、7番の荒尾がインコース狙う。このイン差しが決まっていくのか。レースは早くも残り半分です。さあ丸抜けろ。7番の荒尾が1番の尾形のインコースこじ開けました。1番の尾形が3番手交代、8番の有吉が4番手から迫ってきています。ここで3番手に上がってこようかというところです。須波さんどうだ。1番の尾形が下がる。3番須波、6番の松尾で競り合って、レースは早くも残り2周を切っていきます。マジで逃げろ。2番丸山、あと2周頑張って。7番の荒尾、その後ろが8番の有吉となりました。2番の丸山がさあ後続を切りたいところですが、7番の荒尾がすぐ後ろです。8番の有吕、3番の須波が4番手、4コーナー立ち上がります。青旗が回って、残りは1周、最終周回となりました。入ってくる。7番の荒尾が2番の丸山の懐入ってきました。7番の荒尾1番人気に応える。2番丸山レースを作りましたが2番手、8番の有吕が3番手、3番の津波と続きまして、早くも最後の直線に入る。7番の荒尾が人気に応えました。2番誰が勝ってもオートレースメモリアルは優勝戦でございます。スタート10秒を切ります。まあ、青山やっぱりね、周平仕上げてきたね。針が動きました。
果たしていつものやっぱり周平だよってなるのか。スタートしていきました。7番の青山がスタート決める。内から1番の二村司、そして7番の青山がもうスタートで蹴りをつけるんでしょうか。その時8番の鈴木圭一郎は5番手あたりです。7番の青山がトップスタート、6番の浜田が2番手になりました。そうなるか。1番の二村司、インコースは2番の松崎陽介です。鈴木圭一郎が上がってくるかというところ、レースは2周目に入っていきます。7番の青山が飛ばしていく、6番の浜田が追走する、少し近づいているんでしょうか。2周の3コーナーです。1番の二村司、8番の鈴木圭一郎です。その後ろになりました。4番岡部、2番の松崎下がって、5番の岩崎、3番の浅田です。ご覧のように突き放す、もう決めたんでしょうか。7番の青山周平です。6番の浜田離された、鈴木圭一郎3番手です。6番の浜田を攻略して7番の青山に近づきたい。8番の鈴木圭一郎が2番手で上がってきています。あと5周ある。まだまだ周回はあります。圭一郎頑張れ。7番の青山周平です。一人旅となるのか。8番の鈴木圭一郎が追いつくのか。6番浜野が3番手、追いつく。1番の二村司、8周戦は2回目と言っておりました。この位置は4番手、4番の岡部が上がろうかというところ。レーサー残り半分です。4周を切っていきます。7番の青山です。8番の鈴木圭一郎2番手、6番の浜野が3番手となります。その後ろが1番の二村司です。4番の岡部、2番の松崎と追走して、いやあと3周戻ってくる。7番の青山の姿、残りは早くも3周を切っていきます。強いハルクです。7番の青山周平、8番の鈴木圭一郎、カルバ追いつきたいところですが離された2番手、6番の浜田は3番手、1番の二村司と変わりません。4コーナー立ち上がって、早くもレースは後半戦、残り2周を切っていきます。7番青山周平です。今年の13回目の優勝が見えてきました。8番の鈴木圭一郎が2番手となって、6番の浜田純が3番手です。その後ろですが4番の岡部、1番の二村司、4コーナー立ち上がって、早くも青旗が回ります。頑張って。残り1周、最終周回となりました。ハルク青山周平です。トップスタートから押し切りました。ご覧のようにちぎってみせる。8番の鈴木圭一郎は2番手となって、3番手6番の浜田純です。第3回オートレースメモリアルを制するのは青山周平です。8番鈴木圭一郎、はい、ということで最終レースまで見ていただきました。やっぱり周平かってなりましたね。やっぱりね、仕上がりにね、こう車を上げていく、やっぱりねすごいなと思う。うん、強いよ。うん、まあ圭一郎もね、まだ本調子じゃないといえばそうかもしれないけど、でもやっぱりね、あのこうやって仕上げてくるっていうのは素晴らしいと思います。いや、周平選手本当におめでとうございました。さあ、明日から久しぶりの浜松でございますね。待ちに待った浜松開催ね。明日まやちゃんとか出ますんでね、はい、ぜひ明日もやってまいりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録、高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会をよろしくお願いいたします。